皆様こんにちは。8月18日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足です。昨日ですけれども、夜ですね、109円の65で差し値をしてぴったり入ったドル円でございましたが、その差し値が入った後全然緩まずですね、結果的にはあまりその収益的なものを考えると結びつかなかったって感じですよね。で、今日はですね、先ほども何度かコメントを書いてマーケットがショートになっているので、基本的にはその上をやりそうだなということで、今日は朝方からこうドル円に関しては今日は買ってみたいということで9円の28の買いを指しておりましたが、全く緩まずといいますか4号すら割れてない状況で、高値は今のところ684まで、現状も今60ぐらいまで、66ぐらいまでやって今ちょっと下がってきてるんですかね。全体的に見まして、やはり下値がだいぶ硬いなと、マーケットショートっぽいなというふうには思います。ただしじゃあここからロングを取って攻めに行くかというとちょっとやっぱりそれは厳しいのかもしれません。110円台が重たいというのはもうはっきり分かっていて、実需のドル売りもなんか残っていそうな感じの中、こっからその高値圏から新規で買い上がっていくっていうのもパンパンのショートになってるわけではないと思いますので、結果的にはそれちょっと厳しいだろうという気はします。じゃあショートを振るつもりもない、買うには高いということになればやっぱりおしめ買いという結論にやっぱりなるわけですけれども、じゃあ水準としてはどうかっていうとやっぱり109円の30割れっていうのはやっぱりちょっと深いのかなという気がしてまいりました。109円のちょっとマニアックにちょっと37とかですね、ちょっと刻んで買いを入れてみて、109円の10でストップ、そして、利食いを109円の73に、これもちょっとマニアックに置いてみようかなというふうに思いました。次は、ユーロドルです。これを見ますとね、この、73というのは何なのかというと、ちょうどこの今でいうその雲、日足の雲、時間足の雲が109円の765にあるわけですけど、これのちょっと下ということですね。雲の手前、抜ける手前で、リグってみようということ。そして、今のボリンジャーバンドのセンターラインが568にあって、雲の下限は、263。ちょっとそこまでも行くのはちょっとやっぱり深いだろうなというふうに、朝方の28というのも、今日時間足の雲をイメージしてたんですけど、雲の加減をイメージしてたんですけど、そこまで下がらないだろうなという意味合いで、その37というのは何なのと言われると、ちょっとチャートのポイントではないんですけど、イメージ的に40割れたところをちょっと買ってみようかというぐらいの意味合いで、37にいたしました。ストップの109の10は、ちょうどこの安値をもしブレイクした場合ですね。まだ109円の10、硬い可能性はありますけど、このまま、もしロングがマーケットにできていたとしたら、やはり9円の10割れにストップを置くだろうなというふうに思いますので、自分はそこに今晩置いてみたいと、そのように思います。次、ユーロドルです。ユーロドル、今日は1.1740の売りを考えましたが、全く上がりません。高値 1.17 の293まででございまして、これもですね、オーバーナイトで考えるんだったら、やっぱり 1.1740、40ぐらいですかね。ドル円が多少一瞬下がる可能性を一応見てますので、ユーロドルに関しても一瞬上がる方向で、1.1742
これもちょっとマニアックにちょっと刻んでみましょう。1.1742 の売り。1.17 のストップは、ここの、時間足の雲の上限で、1.17 の75で、そして、利食いは、1.17 の、やっぱりちょうどより手前という感じですかね。今日、利食い、朝方考えたのは、もしかすると1.17割って突っ込むかなという気も していたので、大胆に 1.16 の85とかに置きましたけど、そこではなくて、やっぱり現実的な 1.17 丸5に置いてみようかなと、そのように思います。次はユーロ円です。ユーロ円は、朝方売りで128の、65でイメージをしました。こちらの方については、高値が今のところ55ですかね。56まで行きましたか、先ほど。一旦戻り売り方向で、オーバーナイトであれば、そこの65のポイントよりももう少し上に上げてもいいかなという気がしておりまして、ドル円のね、ショートカバーも一応ありそうですし、128円の70売りで、ストップを129円ちょうどで、そして買い戻しを朝方128円の当選にしましたが、128円の25でイメージをしてみたいと思います。ポンド円です。ポンド円150円の80の売りが、ついたのを買い戻しをしておきましたが、これもですね、自分としては、結構いいところで、80売れて、ここの揉み合いの時に自分としては656でやめたんですけど、その後一回51にまで下がって、なんだ、もっと下がったかというふうに思いましたけど、これそのまま置いてたらやっぱりコストになってますんでね、これはやめて一回正解だったんだなというふうに思います。で、時間足も一回見直してみますと、一回は売れたその80台なんですけど、またもう一回上がってきました。この流れからいくと、それまでずっと上値をこうやって食い止めてきたボリンジャーバンドの21時間線ですね、センターライン、これを抜けてから今サポートっぽく今推移してますよね。ということは次にですね、もう一回この同じ80を売ってしまうと、151円超えていくとやっぱり流れとしては完全に上になってしまうので、これはちょっと今日はもう一回は売ったポイントはもう売れないなという気になりました。ダメ元でですね、次に150円の、55で買いを入れて、そしてこの安値を切ったら35割れでストップを、そして、ロングの利食いをこの151円台に乗っかったところ、1円の、丸5で考えてみたいと思います。ポンドドルです。ポンドドルにつきましても、朝方売りで考えて、37の6575ぐらいで、考えておりました。実際に高値、628までやってですね、6575の、ここのポイントぐらいですけどね、なんですけど、近いところまで上がりました。ただもし売るのであれば、もう少し上まで引きつけたいというふうに思います。1.37 の、85で、1.38 の、ここで90時間線が 1.38119 にありますから、これ超えてきたらやっぱりこれ一旦切った方がいいと思いますので、 1.38 の15でストップを、1.37
8号でもし売れればですね、買い戻しは 1.37 の3号で考えてみたいと思います。オージー円です。オージー円、79円の、7号の売りを考えました。で、これはな朝方ですね、726からここから、下がってしまい、ジンクスでキャンセルをいたしました。で、もう一回、今上がりきれてはいないんで、流れから言ったら、OG円、もう一回この80近辺は、手前はもう一回売れるかなっていう気もするんですけど、これタイトストップで、この、79円のもし9号超えたらやめるようなつもりのショートを振れるかなという気はいたします。79円の、もう一回7号で、7号を売りにして、79円のストップロスを9号に置いて、買い戻しは79円の、まあ、朝方置いた2号のポイントより少し手前で30でイメージしたいと思います。OG ドルです。OG ドルは、72の、実際、これ72のですね、7号8号で、売りからというふうに、朝方作っております。ところが、まあ、全然届かずで、70すら超えていない状況なんですけど、まあ一回戻ったポイントはこの80手前あたりは一回売れるかなという気がしますけど、0.73 超えたらもうやめなきゃいけないだろうなと思います。0.72 の80で売りを、0.73 でストップを、そして買い戻し、0.72 の40でイメージしてみたいです。ニュージー円です。ニュージー円、まあ一回こうストーンと落っこった後すぐに戻して、参りまして、結果的にはですね、この押しはやっぱり買いだったということになりました。75円の50の買い、75円のもう一回これこの同じポイントまで、下がったらもうこれ切りですね、1号。そして、76円の20で利食いを、ニュージータイドルは、これも押しがあれば一回買ってみようということで、0.68 の、これは90で買いを、0.68 の60、今日の安値、割ったら損切りを、0.69 の40で利食いを考えてみたいと思います。ドル円に関してやはり、今日は、おしめ買いで、ニュージーに関しても買いで、他の通貨は、戻り売りという朝方の方向感で、変わっておりません。ただですね、ちょっとポンドに関してはすいません、朝方売りであったものが、夕方、夜にかけては、おしめ買いに切り替えております。今晩、ドル円が、どこまで上がれるのか、109円のその80を突破できるのかどうかという問題がありますが、自分としては、結構109の80は近いけど遠い感じがしておりまして、あんまり高いところでこうロングになってしまうと、煮崩れてしまう可能性も当然あると思います。そのため、
重荷をこうみんな高いところでこう一生懸命、背負って山道登って、あまりにその荷物の重たさにこう坂道転げ落ちてしまうような可能性もあるので、追いかけて高いところを買いたくはない。おしめ、9円の37の買いで、今晩考えてみたいですし、ユーロドルに関しては 1.1742 で売りから入ってみたい。そのようにイメージをしております。また今晩、何かございましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望、チャート分析編でございますが、この辺で失礼させていただきます。またよろしくどうぞお願い申し上げます。それでは失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容は、スキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。